第24話、ルビーが闇落ちしてしまった。ファタール聞けるのも最後か。五郎、視聴者的にはやっとだけど、ルビーからしたら突然だよね。自分の遺体白骨化見るのやだなぁ。五郎先生に会うために頑張ってきたルビーのことを思うと苦しい。16年ほど見つからなかったのすごいよな。探してもらえなかったのも悲しい。黒川茜の認知プロファイリング。あの骨俺のだし、とは言えないからな。見つかるように仕向けていた。ってことを正直に言っちゃうところが憎めませんよね。バカね、察しが良すぎる。見つけてくれたことに感謝はするんだな。ヒロインレース、ここに決着す。アクア、アカネちゃんを受け入れるのか？ルビーちゃんに接触してきやがった。だから誰なの？ルビーの星がだいぶ消えてる。完全に心ここにあらずだな。ルビーちゃんの雰囲気がラッと変わったな。このクソデフォルメ無茶可愛い。そうか、五郎と愛の関係はルビー知らんかったな。結局これをルビーに伝えてどうしたかったんだろ。何かしてる有馬かなは可愛い、超激しく同意。真冬にこれはきつい。重曹ちゃんがセンターなのはまともに歌えるのが重曹ちゃんだけだからだよ。アクアが復讐終わったのに入れ替わるようにルビーが復讐モードに、もうあの元気で可愛いルビーちゃんは見れないんですか？ルビーさんにも復讐鬼が宿ってしまった。重責はずっとアクアくんが引き受けていたのに、ついにプロットに捕まってしまったか。それはアクアマリンの役目だったのに、ルビーが背負うことになるとは。メムチョだけずっと簡単絵ではろた。サービスシーンでもヒロイン力を発揮するヒロインの鏡。有馬かな大丈夫？湯気で隠すくらいならこんなシーン作るな。何かに気づいたアカネちゃん。有馬、強く生きろよ。うわぁ黒星が宿りっぱなしだ。何そのナイトキャップ。アカネ、きつい立場にいるなぁこれ。メムチョ仲間思いで本当に優しい。ミヤエモンの願い事が切実すぎる。ルビーの瞳が黒くなってる。急に新曲ぶち込んできた。もうヤンデレルビーだな。ルビーちゃんの黒星良すぎる好き。MV の作がエグすぎるだろ。五郎の死を知る前のルビーと復讐を誓った後のルビーがごっちゃでヤバい。ルビーあれからずっと星真っ黒なのか、アクアはいつもじゃなかったのに。Cパート？え？ラスト気になりすぎ、3期は来週からお願いします。